こんばんは。今日は狭山川丘駅の近くにあるお惣菜屋さん鳥一番というところで鶏皮3本とその他の焼き鳥を買ってみました。鶏皮がパリッパリでこれめちゃくちゃうまい。うますぎで3本ペロリといってしまいます。他にもネギマや確か桃を買った覚えがある。なんかね、どこにでもあるような鶏皮なんだけど味がめちゃくちゃ濃いです。こうやって何気ない場所でこうパクパク食べるのも久しぶりだな。夜になるとまたこの味が恋しくなってしまう。残り1本はあれだ、つくねだ確か。つくねもすごい美味しかったんですよね。少し手が汚れてしまうけどそんなのごさごさ、どんどん食べ進めていきます。ああ、中学生の時みたいにレモンスカッシュで流し込んで空を見てる、こういう時間が忘れられません。